ボン扉絵紹介。やっほーうさぽすぽす。この動画ではリボン最新号の作品の扉絵を紹介していくぽす。まずは関東カラー43ページ。今恋をしている、大ヒット青春×ラブストーリー少女漫画の頂点、村田真由先生のハニーレモンソーダ第72話。ある動画の流出で新キャライケアのアンチが急増。他校の男子が殴り込みに現れて波乱の予感。累計850万部突破。リボンマスコットコミックス最新18巻、11月25日木曜日発売パス。続いて32ページ。秋、君の視線が眩しい、奇兄弟ラブが止まらない、春田奈々先生のキスで起こして第19話。小さなプレゼント、キュンな二人に小さな試練。二人きりの夜にさらに急接近したトーマとエナ。一方トーマの幼馴染ホタルはどこか元気がない様子で。リボンマスコットコミックスキスで起こして1巻から3巻、大好評発売中パス。続いてカラー49ページ。不思議いっぱいのミステリー新連載、春に始まる私と先輩のドキドキな毎日。原作北義久先生、作画春木春先生の青タン、青谷先輩と私の探偵部活動第1話。天才男子高校生と女子中学生がタッグを組んで身の回りの不思議を解決、学園ミステリー小説をコミカライズ。抽選で50名様に新連載記念図書カードをプレゼント。感想を送ってこのカラー扉イラストの図書カードネクスト500円分をゲットしよう。詳しくは本誌でチェックパス。続いて40ページ。尊くてコンキュン、君がいるから頑張れる、黒崎みのり先生のウィコン第31話。パートナー以外の女の子と交際した疑いで学園を退学寸前まで追い込まれてしまったコン。そこから復帰する手段とは。累計70万部突破、リボンマスコットコミックスウィコン1巻から7巻、大ヒット発売中。大人気 YouTuber アーティストスカイピースとウィコンのスペシャル動画配信中。詳しくはスカイピースの平和島で YouTube 検索してね。続いて40ページ。嘘つきで意地悪なのに優しくて、そんなヒーローに出会いました。王道スクールラブ初めてだらけの第2話。雪村光先生の春雨と恋模様、生まれて初めて気になる男子ができた女子高生のミユ。でもクラスの人気者の彼には幼馴染の美人彼女がいるらしくて。続いてカラー41ページ。今月の主役はこの2人。文化祭で偶然出会った2人のその後は、浅香典子先生の吸血鬼とバラ少女第35話、ファーストサイドストーリー。思春期になると異性の血を求めるようになる吸血鬼、そのパートナーを決めなければならない祭りかだけど、弓矢くん以外の男性に興味を持てなくて。前巻10巻ありがとう。吸血鬼とバラ少女最新リボンマスコットコミックス8巻と大人気増刊シリーズ総長様溺愛中につき発売中パス。続いて動き出す32ページ。春樹の死の真相は、過去から未来へ悪意が迫るタイムトラベルミステリー第2話。石川恵美先生の絶叫学級転生第74話。英語回帰、5年前の世界にタイムトラベルしてしまった春樹、中学生の秋元楽と合流して殺人事件の解決を目指すけど。リボンマスコットコミックス絶叫学級転生16巻、11月25日木曜日発売パス。続いて16ページ。大好きなるいくんしか勝たん、秒でキュンするショートラブコメ連載、今号は2本立て。小林由紀先生の骨の髄まで愛してね第9話。まさかのライバル出現、急展開。高校一人気なイケメン王子が現れて、顔だけイケメンルイとの恋のライバルになっちゃうポスか。続いてカラー41ページ。映えすぎ注意の2人にいいねが止まらん、この恋切なくてキュンです。かすみゆうこ先生のお家に帰ろう第7話。先生と2人きりだったシェアハウス生活になんと世間を騒がすイケメン俳優ソラまで加わって、
しパス。